必須の憲法改正、あなたの賛成票が鍵です。詐欺や経済テロに対抗するために、世界中で金融規制が強化され続けているため、改定は避けられません。2023年初頭、スイスは新たな反マネーロンダリング規制に関連して、慈善や社会的な目的であっても国外との間に資金を送受する団体に対し、現地の商業登記簿への記載を義務付ける新法を導入します。対応の期限は2024年7月1日です。2023年6月、ワイズメンズクラブ国際協会 YMI はジュネーブの商業登記所に要求された国際憲法を含む書類を提出しました。申請は却下されました。商業登記所とその後に契約した地元の法律事務所は、却下の理由となった国際憲法のいくつかの重要な問題点を指摘しました。ガバナンス機構に関する明確性が欠如していること、スイスの協会組織には執行役員会または委員会と総会、あるいはそれに匹敵する容易に識別可能な立法機関が必要とされています。YMI の財源に関する情報が弱く不完全であること、自発的な寄付や公的資金に関する規定がありません。外部法定監査の規定がないこと、これは必須です。会員の入会及び退会の条件が乏しい、または不明確であること。会員の入会及び退会の基準はスイスの基準に従い、国際憲法に規定されていなければなりません。苦情の解決方法が盛り込まれていないこと、内部仲裁や紛争解決の仕組みが国際憲法に規定されていなければなりません。ガイドライン、すなわち付則が国際憲法と同じ一つの文書に含まれていること。スイスは伝統的に、そして一般的に、ガイドラインは別の文書として作成され管理されます。スイスにおける執行役員が署名権を持つ団体の法的代表者と定義されていないこと、これはマネーロンダリング防止法の改正に伴って導入された新しい規則です。では何に投票するのでしょう。主な変更点と影響についてご説明いたします。ガバナンス、スイスの基準に準拠するため、国際議会を代表者立法協議会、国際執行役員を国際執行委員会に改称します。対応する役割と機能を更新し明確化します。私はスイス当局が同国の規則に適合させるために用語の一部を変更するように求めていることを理解しています。投票する前に、これが私たちの運動や運営に影響を与えないことを確認しておきたいと思います。私は完全に理解しています。資料に目を通しましたが、どの変更も YMI の伝統と精神を脅かすものではないと確信しています。ではリーダーシップに関しては具体的に何が変わるのでしょうか。国際議会と国際執行役員の間に明確な権限の分離がなされるのは喜ばしいことです。賛否同数の場合、国際会長はもはや決定票を持ちません。その代わりに動議は否決されます。国際会長とロイカは異なるエリア出身でなければならないと規定する新しいルールは、リーダーシップの代表性を確立するのに役立つでしょう。国際議会の構成についてはどうでしょうか。青年会員議員の規定がなくなるなど異なる点があると聞いています。その通りです。しかし私たち若い人たちが議会に参加することを妨げるのは何もありませんし、クラブは適切な人物を推薦する責任を負わなければなりません。特別な利益グループのために議席を確保することは機会均等の概念に反し、優秀な候補者を排除する可能性があることを再確認いたしました。推薦について言及されましたが、グッドスタンディングのクラブで国際的事項に関して投票権を持つクラブのみがこのプロセスに参加できると理解していますが。その通りです。国際議員を推薦することは厳粛で非常に重要な仕事で、会員の期待に応えている強くて活発なクラブのみであるべきだと考えます。わかりました。また国際職長が国際執行委員会のメンバーになるとも聞きましたが、これは私にとってかなり重要な変更のように思います。
それは完全な事実ではありません。スイス当局は現在少なくとも一人の執行役員が国内にいて教会の法的代表者として活動していることを要求しています。このために国際職長は新しい国際執行委員会のメンバーとしてリストアップされています。しかし投票権は持ちません。つまり国際書記長は現在以上の影響力も権限も持ちません。他に知っておくべきことはありますか？財政、教会の財源を経常会計のための会員からの国際会費とプロジェクトおよびプログラムのための自発的寄付とします。また公共資金に関する規定を加えます。クラブが支払う国際会費が YMI の経常会計を構成することが明記されました。プログラム及びプロジェクトへの寄付が認められた収入源として追加されました。また公共資金を含める規定も新たに定めました。何かありますか？会員資格の明記、これはクラブレベルで特に私に関係があります。はい、もちろんです。しかし改定された国際憲法を読めば何も変わっていないことがわかるでしょう。繰り返しになりますが、スイスの教会法を尊重した国際憲法にする必要があるのです。そのためある種のガイドラインは憲法に条文化され、またある種の規則や慣行をクラブのチャーター認証状のような他の文書から取り入れました。わかりました。この大きな投票ももうそれほど大変なことではなくなりそうです。ありがとうございます。他に何かありますか？浮上に対処するためのプロセスの説明。国際憲法に紛争を解決するためのフォーラムと手順を示す条文が追加されました。これはスイス当局から要請されたもので、意見の相違や分立が生じた場合、明確な仕組みを提供することによってクラブに利益をもたらします。提供された背景資料を必ず読み、十分な情報を得てください。知識を持った投票者となってください。その他の事項に所有権に関する不動産についての新しい条文の追加や関連性がないと判断された現行の事務所に関する条文の削除などが含まれます。私はこの重要なプロセスに参加し、 YMI が第二政権に向かって安全かつ力強く継続できるよう自分の声を超えられることに興奮しています。覚えておいていただきたいのは、ジュネーブにおけるグローバル志向の非営利団体としての YMI の法的地位を守り、それに対応する全ての権利と免税措置などの利益を維持するためには提案されている改定を承認いただくことが不可欠だということです。 YMI は皆様のご支援を期待しています。